皆さんこんにちは。県民だより浮きための時間です。今回は自転車保険等への加入義務化について、災害からの避難について、熱中症予防についてお送りします。まずはじめに自転車保険等への加入義務化についてご覧ください。今回は自転車保険等への加入義務化をテーマにお送りします。自転車は子どもからお年寄りまで手軽に乗れるとても便利な乗り物です。一方で一瞬の気の迷いや判断ミスで事故を起こし、相手に怪我をさせてしまう、最悪の場合には命を奪ってしまうこともある危険な乗り物でもあります。万が一の自転車事故への備えとして、7月1日から自転車保険等への加入が義務化されました。詳しい内容を沖多摩総合市長総務課防災安全室の村上さんに聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは基本情報について教えてください。はい、昨年の12月に県民の皆さんが自転車を安全に利用し、事故のない社会を実現するために、山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が制定されました。条例では自転車の安全利用や交通安全教育の充実、自転車の適正な管理等が定められています。内容の一つとして、今年の7月1日から自転車保険の加入が義務化されています。なぜ自転車保険等への加入が義務化されたんでしょうか。はい、交通事故の被害者保護と事故を起こしてしまった人の経済的負担軽減のためです。義務化の背景には、全国各地で自転車による交通事故で相手を死傷させてしまい、高額な賠償請求を命じられる事例が発生していることがあります。例えば自転車に乗った男子小学生が歩行中の女性と衝突し、女性の意識が戻らない状態になった事例では、小学生の保護者に9521万円の支払いが命じられました。また男子高校生が道路を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員と衝突し、男性会社員に重大な障害が残った事例では、男子高校生に対し9266万円の支払いが命じられました。びっくりしてしまうような金額ですね。万が一事故を起こしてしまった場合に、個人がこの額を支払うのは難しいので、被害者の方にきちんとお金が支払われるように義務化されるんですね。その通りです。また平成30年度自転車保有実態に関する調査報告書によりますと、山形県の
自転車保有世帯の割合は全国で3番目に高い一方で、自転車損害賠償責任保険に加入している割合は全国で2番目に低い状況となっています。こういった状況を受けて自転車保険等への加入が義務化されたところです。なるほど。ところで自転車保険というとあまり馴染みがないような感じがするんですが、どういった保険なんでしょうか？はい、自転車保険と一口に言っても様々な種類があります。一般的な自転車保険のほか、自動車保険や火災保険などには自転車事故を保障する特約がついている場合があります。また自転車保険がクレジットカードに付帯している場合もあります。 TS マーク付帯保険では、自転車安全整備のお店で点検整備を受けた自転車に保険がつきます。いろいろ種類があるんですね。知らないうちに保険に加入していたという場合もあるので、まず最初に自分が自転車保険に加入しているかどうか確認が必要になるわけですね。どうやって確認したらいいんでしょうか？はい、自転車保険加入状況チェックシートというものがございます。こちらをご覧ください。チェックシートを使えば、今自分がどのような保険に入っているのか、それとも入っていないのかが確認できます。山形県のホームページからダウンロードできますので、新たに自転車を購入する方も、すでに自転車を持っている方もぜひご活用ください。なるほど、ありがとうございます。最後に自転車事故を起こさないために、私たち一人一人が気をつけるべきことは何でしょうか？はい、自転車安全利用5則というルールがあります。1. 車道が原則、歩道は例外。 2. 車道は左側を通行。 3. 歩道は後車優先で車道寄りを徐行。 4. 飲酒運転や2人乗りの禁止、夜間はライトを点灯などの安全ルールを守る。 5. 子供はヘルメットを着用。まずこれらのルールを守り、交通事故を起こさないように注意することが重要です。そして必ず自転車保険に加入していただき、万が一の事故に備えていただきたいと思います。くれぐれも気をつけたいですね。本日はありがとうございました。ありがとうございました。本格的な夏を迎える中、今回は熱中症についての予防と対処法をお知らせします。熱中症は炎天下だけでなく、室内や夜間でも起こることがあり、気温がそれほど高くない日でも、湿度が高い日、または風が弱い日や体が暑さに慣れていない時には注意が必要です。また朝食を抜くことや睡眠不足、当日の体調不良、大量の飲酒などにより起こりやすくなります。高齢者や乳幼児、持病のある人も注意が必要です。それでは熱中症の予防と対処法です。予防法、外出をする際は日傘や帽子、涼しい服装を心がけましょう。屋内においても、すだれやカーテン、エアコンの使用により高温多湿を避けましょう。水分をこまめに摂取し、暑い日の外での活動や運動については無理をしないようにしましょう。汗をかいた時には水分のほかに塩分の補給も忘れずにしましょう。対処法、熱中症を疑う症状、めまい、頭痛、筋肉痛、吐き気や嘔吐、筋肉痛などがあった場合は、
涼しい場所へ避難し、体を冷やし、水分、塩分補給をしてください。呼びかけや声がけに反応しない場合は、すぐに救急車を呼びましょう。今年は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、夏場も多くの人がマスクを着用することが考えられます。夏場にマスクを着用することで、体内に熱がこもりやすくなり、マスク内の湿度が上がります。その結果、喉の渇きに気づきにくくなり、脱水になる危険性が高くなることから、例年以上にこまめな水分補給を心がけましょう。一人一人が正しい知識を持ち、熱中症を予防しましょう。地震や台風など自然災害はいつ起こるか分かりません。新型コロナウイルス感染症が収束していなくとも、災害時には危険な場所にいる人は避難することが原則です。今回は新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた災害からの避難について考えてみましょう。では知っておくべき5つのポイントを紹介します。1. 避難とは難を避けることです。安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。あらかじめハザードマップなどで自分の住んでいる地域を確認しておきましょう。 2. 避難先は避難所に行くことだけが避難ではありません。親戚や知人宅に立ち退き避難、家に2階がなく指定緊急避難所まで行くのにリスクのある方などは、安全な近所、友人、親戚の方の家に避難しましょう。普段から災害時に身を寄せてよいか相談して決めておきましょう。 3. 避難する際、自分で使うものはできるだけ持参する。避難所に向かう際は食料、飲料水、その他身の回りで必要なものは自分で持っていくことが基本です。これらの持ち物に加え、マスク、消毒液、体温計などもできるだけ自ら携行してください。 4. 市町村が指定する避難場所、避難所が変更、増設されている可能性があります。災害時には市町村ホームページなどで確認してください。 5. 豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむを得ず車中泊をする場合は、浸水しないように周囲の状況などを十分確認してください。またエコノミークラス症候群にならないように注意してください。今回は新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた災害からの避難についてお知らせしました。事前に考えておかないと、いざという時に行動に移せません。自分はどういった行動をとるのか、本日お伝えした5つのポイントを踏まえて確認しておきましょう。